美味しそうなんだよな。何のキャラ使おうかな。まず今月のソロのジゼルを使ってみます。はい、では行きます。出現してくれたんだけど、もう一個、あ、でもこっちの方が確率的には高いかも。さあ、じゃあミスバニーで頑張ってやりたいと思います。
Oh,
お疲れ様でした。いただきました。はい。まあ、ちょこちょこと、それぐらいのキャラだったら10回やる必要ありますが、まあ、野獣とか、一気に大量に消せるようなキャラを持っていたら、もっと早くクリアできると思います。はい。なんだかんだ野獣が一番稼ぎやすいかも。あと1回やっていきます。アジゼル
が出てくるかどうかによって結構左右しちゃうので、私はマレーペンとかトリトーンを使った方が上がるなーって感じはしますね。使わないと無理だったな。はい、ということでクリアできました。何を選ぶかも結構鍵になってくるかもしれません。はい、では次見ていきましょう。コインボム合計15個消そうチャレンジ、合計なので、はい、あまり気にせずやりましょう。ミスバニーを使います。
ことで、1回で7個、次8個消せたら2回で終わるけど、どうでしょうかっていう感じで、まあ、これでクリアしていきたいと思います。ということで無事クリアできました。はい、続いては1プレイで130コンボ使用チャレンジ。はい、ドナルドを使っていきます。
します。
ありがとうございました。また見てね。